聖ナッツァロの村役場はフィンランド中央スオミ県の都市イワスキュラの聖ナッツァロにある建造物である。建築家アルバアールとの設計になるもので1993年までは主に村役場の庁舎として使用され1994年以降は図書館やオフィスなどを併設する多目的施設として利用されている3階建ての建物で 総面積はおよそ1700平方メートルである。中央広場を取り囲むようにして、この字型の役場棟が北側に設けられ、南側に長方形の図書館棟が設けられている。R ドの設計によると、役場棟は、東側が議会場、北側がオフィス、西側が職員住宅という構成になっている。議会場は、3階に位置している。図書館棟は、 2階が図書室で1階が店舗になっている。議会場は議長席と向き合う形で20席ほどの議員席が設けられ、その背後には傍聴席が設置されている。図書館胸の東側には見陰石で作られた階段があり、この階段を上がったところに木製のパーゴラが設けられたメインエントランスがある。図書館胸の西側には 土置きで止めたシワの生えた階段がある。建物は鉄筋コンクリート及び20万個に及ぶ赤レンガで構成されていい。1949年、村役場の建築コンペティションが実施され、アールドが一等に入選する。同年に建築工事が着工され、1952年に完成した。1993年まで行政機関が置かれていた。建物と 中央広場は建築上の重要性の観点から1994年の建造物保存命令によって保護されている。1996年から1997年にかけて建物全体を改修する工事が行われた。2016年、ユバスキュラ氏がこの建物で行うすべてのサービスの提供が終了する。北へおよそ350メートルほど行ったところに、 聖なツざろう教会がある。ユバスキュラの中心地からは南へおよそ1 5トルほど行ったところにある。ムーラ目からは東へおよそ7トルほど行ったところにある。ヤムサからは北東へおよそ5 2トルほど行ったところにある。ヨーザからは北へおよそ7 0トルほど行ったところにある。ありがとうございます。